くると全てフォークかな。ボールが一つ先行しました、ストライク先行が欲しいんですよね。ストレート、マクブルーム、おっと取って二塁に送りました。一つアウトを取りましたが、その間に三塁ランナーは生還です。均衡を破ったのはベイスターズ。代打楠本の内野ゴロの間にベイスターズが1点を先制しました。エース今永、先制点をプレゼントしたというベイスターズです。そして一塁ベンチから新井監督が出てきました。先発のコルニエル、8回途中ここまで1失点でマウンドを降りるということになりました。やはり配球ですね、早めの勝負の方がいいですね。そうですね、僕注目したいのはやっぱストレート来た時にどれだけタイミングが、一発で仕留められればいいんですけど、タイミングが取れたスイングができるかですね。まずバッテリーの初球の入り、変化球から入ってきました。空振りです。まず野村さん、変化球から入りましたね。そうですね、やっぱり今言ったようにやっぱりストレート対戦してる、今日対戦してる感じではストレート差し込んでるのはタイミングが取れてないなっていうのはマウンド上の今永も戸柱も感じると思うんです、で初球から打ってくるっていう中でまともにストライクからストレートからはいかないっていう配球だと思うんですよね。外野は前進守備は取りません。上空風はライトに吹いています。初球変化球からの2球目振らせました。空振りです。続けました変化球、ということはやっぱり松山からするとやっぱり今永ストレートを捉えなきゃっていう中で、振りに行ってうまくかわされてるんですよね、だからストレート狙いっていうのは見抜かれてるってことになりますよね、さあここ2ストライクと追い込まれて、ここから松山がどういった対応を見せるでしょうか。3球勝負に行くのか、1球外にストレートボール要求で外すのか、最終的には今の変化球になるんじゃないかなと思うんですけどね。外に外して次のボール、バッターからするとやっぱ両方追っかけていかなきゃいけないんで、今のストレートは見せ球でしょうと、変化球来るんでしょうと、変化球のもしかしたらパーセンテージが高いかもしれないですね。ストレートを1球挟んで、さあバッテリーが選んだボールは変化球、振らせました。空振りの三振です。野村さんからお話があった通りの最後変化球で仕留めてきましたね。そうですね、やっぱりね、うまいですよね。うまい初球を、甘いところのカーブいって、その後同じところ来ませんもんね。なるほど、ボール球投げてますからね、それも腕振ってですからね、ストレートと同じようにバッターからするとストレートっていう中でこう今度は鋭く曲げてくるようなスライダーですよね、そしてここでベイスターズの斉藤隆チーフ投手コーチがマウンドに向かいました。もうここはね、コーチが言ったのは、再三今日5本、5本ホームラン打ってるんですよ。通算5本、もうベンチもデータ持ってますから、どうするのかっていうところですよね。菊池に対してその確認を、確認なんですけども、次のバッターまで考えてっていうアドバイスだとちょっと危険ですよね。危険、勝負なのか勝負じゃない、はっきりした方がいいと思いますね、2ボールぐらいだったら多分申告敬遠するんじゃないかなと思うんですけど、さあ今永に対して相性のいい菊池、今日もヒットを放っています。初球は変化球から入りました。外野は依然として前進守備は取りません。1対0、1点を争う攻防です。ベイスターズの内野 1,2 塁間は広く空いています。牧が今
一塁方向右に寄りました。引っ張って三塁線は宮崎、一塁送球スリーアウト。カープは先頭バッター失礼しましたが1点が遠い今日の試合、これから試合は9回です。点差は1点、一塁ランナー野間が帰れば同点、一発が出れば逆転さよなら。バッターボックス秋山です。野村さん、ここはもう秋山にじっくり打たせる、もうサインないですよね、はい、もう秋山のバッティングに期待するだけですよね、はい、で配球からするとやっぱり引っ張られたくないんで、まあお互いに我慢でしょうね。我慢、外の球を強引に行くとセカンドゴロになるん で、はい、で甘いところ、体に近い方ですね、内側に来ればね、それをさばきたいですね。2ボールです。ベイスターズの外野は下がっています。長打警戒。開幕4連敗の後は9勝3敗、ここまで勝ち越しは2つ。ビハインドでもベンチの雰囲気がやるぞという雰囲気を出していると新井監督も話していました。開幕からバッティングでチームを引っ張っています秋山。アウトコース、これは山崎康明、いいところに決めました。2ボール1ストライクです。山崎は今のボールを本当に続けていく、はい、そのラインからツーシーム系ですよね、はい、外に逃げていくボールを振らしたい、はい、もう我慢の試合ですよね、うん、まあ、逆に秋山は自分がそれを狙っていって引っ張るのではなくてヒット狙いで彼の持ち味であるレフトの方向にという意識もあるでしょうね。空振りです。これで2ボール2ストライク。今の野村さんのラインから外さないアウトコースの変化球、今のは秋山がやっぱ引っ張りに行きましたね。あ、なるほど、はい、まあ、ちょっと甘かったでしょうね。さあ次が勝負球となるでしょうか。三振、ここは山崎康明、秋山を三振に仕留めました。ワンアウトランナー一塁です。いや、野村さん、その我慢の試合が最後山崎康明低めの変化球でしたけども、今再三言ってる、ストライクゾーンからでしたね。いいところにやっぱりちょっとこうストライクからボールになると最高の球でしたよね。それと長く持ちましたね、タイミングを変えて、ここは山崎康明ストッパーとしてこれまで数々の試合を締めてきました。さあワンアウトランナー一塁でバッターボックスマクブルーム、今日ここまでヒットはありません。初球変化球から入りました。野村さん、あの今永の時にこのマクブルームインコースが広く見えるという話ありましたけれども、右ピッチャーの山崎康明どうでしょうか。そうですね、やっぱり同じように感じていると思うので右と左の投手の違いっていうのはあるかもしれないですけど、この場面はちょっと状況が違うんでね、あのクローザーになれば後ろに行けば行くほどやっぱり球種っていうのは投げる球種がもう限られてくるんですよね。その中でなかなかやはりインコースは行きづらい場面ですか。まあ、行くとすれば、まあ、本当にボールにできるかと、はい、
ただそれがその1点差ですから、はい、やっぱり失投っていうかコントロールミスっていうのはしたくないんで、選択肢とすればやっぱりツーシーム系、まあスライダー系でカウントを取りたいところですね。外でこれはファルボールです。今のは何ですかね、カットボールですかね。少し変化したように見ましたが、フォークじゃないの。フォークやね。ツーシームです ね結構甘いボールなんですかね、怖いですよね、右バッターのアウトコースから入ってくるツーシームっていうのは、よっぽど自信があるんでしょうね。これで追い込んだのはバッテリー。ベイスターズの内野、牧はセカンドベースより、一、二塁間は広く空いています。このカウントではまだランナー動かないかもしれないですけど、平行カウントになったら動くかもしれないですね。外れました、ボールです。なんとか動かしたいですよね。ツーエンドツーになりました。4番のマクブルームバッターボックスではありますが、ここは動かしていってもいいかなと。僕はですね、まあ、4番バッターっていうのもやっぱりあると思うので、4番に任せるっていう考え方も当然あるんですけども、はい、ここ最近のマクブルームの感じだと、やっぱりこのカウントでもう1球待てばね、自動的にっていうのがあるかもしれないですけど、このカウントでも行ってもいいよね。そうですね、リード少ないね。ランナーはスタートの構えだけ。動いてくることがあるでしょうか。カープを率いる新井監督です。この辺りは本当に今こうやって放送席でね、はい、サインのこと、采配のことを言ってますけど、ベンチはもういろいろ考えてると思いますよ、はい、どうして動かそうかとか、一球一球変わりますからね。空振りの三振、4番のマクブルーム、ここは三振に倒れました。ツーアウトです。先頭バッター出塁した後、秋山、マクブルームと連続三振に抑えています。ベイスターズの守護神山崎康明。ツーアウトランナー一塁となりまして、バッターボックス5番の西川です。今日ここまでヒットはありません。14試合連続でヒットを放っている、当たっている西川が1点ビハインド、この局面を変える、そんなバッティングを見せるでしょうか。初球を打って高く上がった、右中間への当たりですが伸びはありませんでした。試合終了。ベイスターズ1点のリードを守りきりました。今永、コルニエル両先発の投げ合い、均衡を破ったベイスターズ1対0で勝利を収めています。山本さん、9回裏最後の、まあ、両チームの攻防ですけれども、山崎康明先頭バッター許しましたけれども、その後はしっかりと抑えるという。あ、そうですね、なかなかこう打てるところにのになかなかやっぱり投げてこなかったですね。なるほど、非常にいいコントロールしてましたね。エースの今永、今シーズンの初登板で1勝目、初勝利を挙げるということになりました。野村さん、しかし両チームの先発の投げ合いから非常に、放送席見事今シーズン初登板で初勝利を挙げられました今永翔太投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の初登板になりました、どのような気持ちでマウンドに上がりましたか。そうですね、とにかく、チームが勝てばいいのかなというところと、あと福岡から、今私の家族と
いとこと、兄弟が来てるんで、あとおばあちゃんも来てるんで、いいとこ見せれてよかったなと思います。ご親戚の前で素晴らしいピッチングになりました。振り返っていかがですか？そうですね、相手 のコルニエル投手も本当に素晴らしい投球で、なかなかこれは終盤タフな試合になるかなというふうな、ことが ことを思ったので、本当に粘り強く、相手のコルニエル投手に引っ張られながら投げられました。その中でもどんどんストレートで押していったように見えました。そのストレートの手応えというのはいかがだったんでしょうか？そうですね、キャッチャーの戸柱さんがイニングごとに僕を楽にしてくれるような、そのようなこと声かけを、してもらったので、本当に楽に腕が振れて、かなり質のいいまっすぐがいったんじゃないかなと思います。どのようなことを言われたんですか？ここ0-0が続いてるんですけども、そこで1点も上げたくないとか、そういうような心境で投げるとかえって大量失点を招いてしまう可能性があるので、もう1点取られる気持ちでもいいよと、そういうふうな声かけをしてもらいました。そして山崎投手が抑えて勝利を手にした時の瞬間というのはどのような気持ちでしたか？そうですね、もう山崎や須崎さんは、うちの守護神なので、どんなことがあっても安心して見られたので、勝利の瞬間、ものすごく嬉しかったです。さあ、チームはカードの頭、重要な試合を取ることができました。明日に向けて意気込みをお願いします。はい、今チームもすごく状態がいいですし、勝っても負けても、次の日に引きずることなく、そのような雰囲気ができているので、明日も、いい試合をして、必ず最後は、勝ちを収められるように、みんなに頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。見事勝利いたしました今永投手でした。その逆手を取って空振りを奪いました。ここも続けるか。ファールボールです。今続けましたけどね、その前のボールに比べて落ちが悪かったですね、はい、今日はねこの風があるのでね、フォークボールの落ちが悪いのかもわからんね。ああ、そうですか。確かに向かい追い風の時はね、変化球が変化しないというのは言われてますね。インコース打たせた。セカンド菊池ベースを踏んで一塁送球、ダブルプレー、試合終了、3-0。カープ前日敗れたベイスターズ、星を取り返しました。最後は抑えた栗林、そして見事な一発がありました西川のホームラン、生まれています。3-0、床田は7回無失点のピッチング、2勝目を手にしています。開幕ローテを掴んで4試合目の登板、玉村。変化球抜けました。ベイスターズランナーが2人帰ってきます。強打のタイムリーヒット、一塁塁上ガッツポーズを見せました。最後は前田さん、変化球を、ね、選択してました。スライダーを、ね、選択したんですけどもね、その前のまっすぐ追い込むまでがね、素晴らしすぎましたね、ボールがね。正確にね、走っていく球だったんですけれどもね、スライダーを強打がしっかりと捉えていきました。となったベイスターズですが、高打順です。1番の佐野から佐野の当たりはライトが下がっていって入りました。佐野のホームラン、ターリーが打たれました。ストレート捉えていった佐野の当たりはライトスタンドへ、第2号。やられたらやり返すベイスターズがすぐさま同点に追いつきました。試合は分かりません、3-3。
原さん、今度は変わったターリーが先頭に打たれるというような展開。まあ、ワンストライクを取った後でしたからね、まあ、もちろんそのコントロールよりは力で勝負するのがまたこのターリーもそうですけどね、まあ、ある。燃える闘志を秘めて、ね、心は冷静に。これ得意ですよね、山本君はね。こういった、まあ、ボール球ですけども、はい、まあまあストライクボールを判断したところはね、意外と微妙なところですからね。矢野の初打席、どっちが粘りがつかですね。7球目、変化球、ショート取る、二塁へ。満塁のチャンスを生かせなかったのはカープ、踏ん張ったのは伊勢でした。いや、前田さん、結果的にはゼロがカープとしては決まる、10試合目の登板。変化球、これは関根がうまく打ちました。ヒットで出塁です。ランナーを背負います。まあ、ここはねカーブだと思うんですけどね、はい、まあ、そこでうまく打ちました。おそらくまっすぐとフォークボールの、まあ、予想といいますかね、イメージの中でカーブってあまりなかったと思うんですけどね、はい、状態がいいんでしょうね。ストレート、フォーク、カーブ、カット。さあ、そしてバッター山本ですが、ここは送る構え。9回です。初球、一塁へ、送りバントを決めました山本。ツーアウト二塁です。ツーアウト二塁、そしてここで今日スタメンを外れていた宮崎が出てきました。もうベイスターズにとっても9回に掴んだチャンス、ここぞの場面。打率リーグ1位の宮崎がここで登場、うん、出てきましたね、はい。まあ、どの辺の、まあ、スタートでは厳しいという、はい、まあ、事情があったんでしょうね。ツーアウトランナー2塁です。1塁空いているところ、今ナインが集まったマウンド上です。あ、ここで新井監督出ました。申告敬遠です。ただいま敬遠してください。まあ、セリーグの、ね、打率1位宮崎とは勝負をせずにと、2塁1塁。一塁ランナーが森が起用されて、そしてベイスターズ代打構成です。背番号37、楠本が代打起用されました。ここは楠本の一打に期待、ベイスターズ。ツーアウト二塁一塁です。今日の試合も得点圏にランナー背負います。ストレート、セカンド菊池取れない、ランナー三塁蹴った、まだボールは内野に返ってきません。関根が帰ってベイスターズ9回に勝ち越しました。栗林が打たれた、代打楠本。
外まっすぐでした。二塁ランナーが一気にホームへ。9回の表ベイスターズに1点が入りました。なるか、はい、野間が出れば打順がトップに戻って菊池、その後は上本クリーンアップへ。そこまでしっかりつなげるか。低めの球打ち上げました、ライトへ、ライトフライです。試合が終わりました。スリーアウトです。カープ敗れました。9回に試合が決まりました。3対3という展開で9回まで行ったんですが、勝ったのはベイスターズ。このカードはベイスターズの勝ち越しとなりました。今日のゲームは本当にこう終盤特にもつれるような接戦になりました。カープとしては悔しい敗戦。これでベイスターズは10勝目、10勝7敗、カープは10勝9敗となりました。ちょっと攻撃でしょうね、8回のね。放送席、放送席、勝ちました DeNA ベイスターズの楠本大志選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。9回2アウト同点という場面で代打で起用されました。どんな思いで打席に入られましたか？みんながつないでくれたチャンスでしたし、宮崎さんが申告敬遠されるだろうなっていうのは自分の中で考えはあったので、絶対打ち返してやるっていう強い思いで打席に立ちました。まあ、初球から打っていかれましたけれども、はい、あそこの場面は積極的に行こうという思いはあったんでしょうか？はい、相手の栗林投手、まあ、もちろん素晴らしいピッチャーなので、本当に打てると思ったボールが来たら初球から思い切っていってやろうと思ったので、はい、いい結果になってよかったなと思います。まあ、打球が1、2塁間を抜けてライト前に抜けていきましたけれども、1塁キャンバス上どんな思いが込み上げてきましたか？もうよっしゃーってその一言だけですね。まあ、代打での起用に応える試合というのが数多く見られますけれども、まあ、どんな思いで毎試合毎試合臨んでますか？はい、後悔のない打席を送るために、それまでの準備を大事にして、打席ではもう悔いなく自分のスイングをすることだけを考えています。今日の勝利でこのカード勝ち越しということになりました。まだシーズン序盤ということでまだまだ戦いが続いていきますが、今後への意気込みをお願いいたします。はい、まだまだシーズン始まったばかりですけど、目の前の1試合を絶対に勝つんだという気持ちを大事にして、先を見ずに1試合1試合全力で戦っていきたいと思います。ありがとうございました。今日のヒーローは DeNA ベイスターズ楠本選手でした。ありがとうございました。